はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さんダイノルフィアは組んでますか？UR が多すぎて組めねえ人がめちゃくちゃ多いと、聞いておりますが、なんかテーマ欄にね、UR めちゃくちゃ多いんですよ、これ、このテーマね。今回はですね、このダイノルフィアの、テーマにですね、シャドウディストピアっていう、暗黒世界シャドウディストピア、このフィールド魔法ね、これを組み合わせた、シャドウダイノルフィアをご紹介していこうかなというふうに思っております。これね、もともとドメインが通常トラップで、シャドウディストピアと相性がいいこのリリースとはね、とてもね、まあそのシナジーが噛んでいて、まあ、割とその組み合わせで使ってる人も多いかなと思うんですが、このリリースの効果を、まあ、除去効果として使いながら、ダイノルフィアの動きもしていくっていう、まあシャドウディストピアのいいところと、まあ、ダイノルフィアのいいところを合体させたようなデッキになっておりますっていう、まあそういうケースね。はい。で、まあ通常トラップをね、リリースが闇属性モンスターをリリースするとセットできるっていう効果があって、まあこれでね、ドメインとか、まあヤブヘビとかね、ドッキュー部隊とかこういうカードをセットしていくことができるっていうのが、まあそもそも強いっていうのと、やっぱりその除去能力に今若干弱くて、ダイノルフィアがあんまりそのモンスターを除去するの得意じゃないんですよ。まあ言うてそのブルートとかは一応あるんですけども、まあ言うてですね、単体で相手のモンスターを除去する方法があんまないというか、まあブルートくらいですかね。なので、まあこのリリースのね、リリースして除去するっていう、まあこの効果がね、すごく相性がいいんですよね。はい。除去能力があまりないダイノルフィアと相性が良くて、でさらにダイノルフィアのドメインもセットできるっていうことで、はい。今日はね、このシャドウディストピアとダイノルフィアを組み合わせたシャドウダイノルフィアの動きをね、皆さんにお見合いしていこうと思いますので、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。このデッキさ、値段が高すぎないですかね。明らかに値段おかしいことになってると思うんですよね。だからメインパーツ UR 多すぎじゃない？ダイノルフィアってこれなんかブルジョアしか組めねえ、なんかやべえデッキになってんだろうな多分。今テリジアとさ、ケントレギーなどさ、ドメインがさ、めちゃくちゃなんか UR だからさ、まあ、とりあえずシャドウディストピア 発動してリリース召喚しといたら強いって、はい、それがまあリリースコントロールで、さらにドメインとブルートもセットしといて、はい、オジェンドリリース君がね、これめっちゃ強いんだよね。これ相手ターンに打てる怪獣みたいな感じなんで、シャドウディストピアあるとこのね、リリースのね、除去能力はね、世界一ですよ。はい、ナチスの科学力が世界一、リリースの除去能力も世界一。はい、愚かなクソ、何なんだこれ、愚かなクソ、なんだこれ、月光かファーニマルか、そんなわけないか。とりあえず全然恐竜っぽくないお姉さんたちに行くわ。ダイノルフィアドメインを発動、ダイノルフィアドメインの効果によりデッキ融合を行う。これにうららって言われてハッてなるけどね、結構結構ね、このなんかテリジア君はうらら踏まないくせになんかドメインはうらら食らうっていう、はい、さあこれで攻撃力ゼロのダイノルフィア、ケントレギナを爆弾させていく。ちなみにヤブヘビありますっていうのはクソキモい名前にしてるんで、セットカードが相手は全部ヤブヘビ見えてるはずだ。何ファーニマルだったか、なるほどな。ファーニマル珍しいの、あんま当たんないんですよね、ファーニマル。ちなみに僕はめちゃくちゃ好きなテーマなので、自分ではめちゃくちゃ使ってるんですけども、もうほぼランクは当たらないという話はある。トイポット強い、なるほど、トイポット強いじゃん。トイポット効果いいでしょう。手札を1枚墓地に送るとデッキトップをめくって、あ、トイポットってトイポットするのってこれ犯罪じゃない？トイポットでトイポットするの犯罪やって。あ、シザーは出ない、これファニマルじゃないと出ないんですよね。はい、でトイポットの効果発動、いや待って、トイポットでトイポット捨てるのはね、遊戯王軽犯罪法に違反してる。やばい、これ犯罪者来た、やばい、ファニマルウィングまずいな。うわ、一滴来た、やば、これであれか、トイポットの墓地を振るってやつか。あ、トイポットは送んねえか、あ、1枚か、なるほど。これだいぶやばいな。一滴送られる、でさらにファニマルウィングが墓地に行っているってことはだ、アルティメットドローが確定してると言っても過言ではないぞ。これやばいぞ、これは非常にまずい。一応ダイノルフィアケントロギアは許された、許していただけた。エッジインプシザー、なるほど、シザー効果、デッキトップを、に手札を置いて自身を特殊召喚するという効果、まあ、これは別にいいですね。
融合ってこういう器用もんなら、まあさすがにエッジインプシザーを破壊すれば、破壊っていうか、まあリリースすれば多分大丈夫なので、まあシザーが巻き込めないとあんま強くないですよね。あ、ペンギンちゃんか、なるほど、まだ別にいいな。で2体でリンク召喚、シザー、あ、ベルテアナコンダ、へえ、なるほど。ちなみにリリース君を無効にしても結局コストを払えるんで、なんかアナコンダリリースだけはできるんですよね。で無効にはなりますけども、これでリリースはできるか関係ないっていう強いでしょこれ。リリースってスキルトレインとかと結構相性良くてね、コストだからね、別にコスト払えるんでね、なんか除去できるんですよね。でファーニマルウィンキの効果でめっちゃドローして、でトイポートでまたドローしていくと、アドバンテージが一気に回復していく。まずいな、いやブルート打ってもあんま意味ねえしな。うちのにもう妨害はねえ。さあファーニマルペンギンが除外されて、でさらにカードをドローし、そしてトイポットの効果によってさらにカードを、ドローすることができる。やばすぎる。なんかあんまりなんかこの人ファーニマル回し方うまくない気がするな。まあなんかあれですね、あーでも引きは強いわ引きは強いわ、普通に引きは普通に強いわ。なるほど。でフュージョンデスティニーからのディバインディナイアルね、オッケー。あ、ダッシュディナイアルか、ダッシュディナイアル、デストロイ、着地、オッケー、把握でですね、だな、まあデストロでぶん投げられても、まあリリースは正直まあ最悪どうでもよくて、ケントリギナ持ってればケントリギナもう1体目出せるから、まあそんなにやばくはないかなといったところ。いや、よくフューデス入れるわけあったな。俺フューデス入れるわけなかったんだよね、ファーニマルデッキに。なんか捻出できんかった、デッキの中のスロットを。さあ、デストロイフェニックスでケントリギナを爆破していく、まあ、それはしょうがないから別によくて。で、2500とかで大ダメージ、あと残りライフは1500で、ケントリギナ効果発動、ケントリギナ効果によって、墓地で存在するダイノルフィアモンスター一体を特殊召喚できる。これによってダイノルフィアテレジアを特殊召喚、テレジア効果発動、うおー、何だろうな、これセットするの。一回ちょっと融合でご了承しますか。これでデストロイフェニックスを打ってこようとしてたら、あ、まあこれは、シャドウディストピア割られるかもしれないので、ブルート打って、で一応デストフェンクスは自分のフィールド上にね破壊するカードがないと破壊できないので、これでテリジア君と相手のデストロイを叩き割る。でテリジア君の効果が発動す、あ、そっちも発動する。フェネックス戻ってくる、一生戻ってくる。でテリジアは、墓地からカードを除外するとダイノルフィアモンスター特殊召喚できるので、テリジア君の効果を発動し、墓地からまた、ディプロスという意味不明なモンスターを特殊召喚できる。おい、オッケー。さあひたすら蘇ってくるぞ。そしてディプロス効果、ディプロス効果で、これはソニックにか、まあとりあえずね、デストリーフェニックスはねリリースでなんとかできるので、まあ、問題はないですね、一切。リリースが処られなければ、リリースとシャドウディスピアのコンボで、デストロイフェニックスはどっか行ってもらえるので、全然問題ない。一切。エンド、OK。いや、このリリースのね、フリーチェーンがね、めっちゃ偉いんだよね。でも、ファーニマルの動き全然しねえじゃん。フュージョンデスティに入れるとそうなるんだよな。で、デストで戻ってくるじゃないですか。さあ、じゃあ、このリリース君のね、恐るべき効果を発動しましょう。さあデストロイフェニックスガイがスタンバイフェイズの自身が戻ってくるが、これチェーンオンにして破壊できるのかな。まあ、でも破壊しようとしても、まあ普通に、まあ、リーサーできるかは関係ないけどね。さよなら、ウェーイこの瞬間に生を実感する、この瞬間にね生を実感するんだよね。デストロイフェニックスをねリリースの効果でねリリースした瞬間にね、やっぱデストロイフェニックスリリースでリリースの気持ちよすぎだろうっていうね。リリースでリリースあ、すいません、ちょっと待ります。悪王フリマ君からの、テレジアでランク4をしてトークンしょってからドメインで融合して、7500削れるのかな、これ。7500ぐらいだったら削れそうだな。あ、サイズだ、まずい、サイズはまずいですよサイズはまずいですね、サイズはまずいですね。これ融合してくるやつですね、相手ターンに。
なんかもうそこまで、あーファーニマルペンギンがあの素材になっても強い。これ2枚ドロー1枚しての効果と、クルエルホエール、まあ、あれは何破壊していくんだろうな。何を破壊していくかによるね、これに関しては。ですね、ドメイン打ちますか。ドメイン打って、ドメイン打っておいて、一応ダイナルフィア、ケントレギなんか破壊されても墓地からなんかセリジアが蘇ってこれるので、まあこれは正直出し毒ではある。でケントレギナと、で融合して、でこうでしょ。これ何破壊していくんだろう。破壊してくるカードによるな、この後の展開は。この後の展開は何を破壊してるかによる。でペンギンで2枚ドロー1枚してね。でクルーエルホエールの効果で何らかのカードを1枚ずつ選んで破壊するっていうね効果がありまして、フィールド上のカードを、あ、シャドウディストピアか、なるほど、シャドウディストピア破壊で、エッジプチェーン強い。いや強いね、これターン渡したらやばいから、これこのターンでキル取んないといけないわ絶対。まあライフポイント375しかねえけどな俺、あと残りダイノルフィアって感じだよな、ライフ375しかねえからな。なんか相手にターン渡したら絶対に負けるっていうね。シャドウディストピア君の効果発動できないが、まあ、とりあえずサイレントランズでクレルホイル、ちなみにあの融合モンスターなんで、あのエッジインプサイズっていう墓地のカードで破壊耐性1回あるんですよ、まあ、破壊耐性が1回あるモンスターをパクれば問題ないっておじいちゃんが言ってた。さあお前のモンスターはいただくぜ、サイレントランズアークライトの効果発動、はい、いただきまーすはいはい。でデストイクレルホイールの効果でこれ打点アップですね、デストイカードを墓地送りながら、打点アップ、これはまあ関係ないです今、関係ない、はい大丈夫だ、デストイへの対処は心得ている。うおーっよし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 、これは4567、あ足りてますね、45676007725っていう最あの攻撃力あるんで、これ全部取れば勝ち。おいおーい、うおー対戦ありがとうございました。 OK、 やっぱねリリースでリリースするのが強い。うん、あーなるほど、ちょリリースが欲しいですね基本的には。やっぱね、そのシャドウディストピアを張ってリリスを召喚する。あ、出たオルターガイストラ来た、マルチフェイカーが純正剣あったからね、オルターガイスト増えるんじゃないかと予想してるんですよね、今。どうでしょうか、割と、今、あの、現状、ランクマ更新のタイミングで、あの、ダイヤ1体なんで、なんか結構、あの、いろんな敵使ってる人多いと思うんですよね、今。この、あの、ランク体。まあ、実質、その、ダイヤ1の、月末が一番フリー体制みたいなとこ、ありますからね。なのでこれはですね、割とオルターガイストのあちらにも多分動画にはなってると思うんだけども、もう撮影は終わったり多分編集終わって、あの公開してあればもうオルターガイストの動画は出てると思うんで、あのオルターガイストがね気になる方はぜひよかったらそっちを見ていただければなと思うんですが、あマテリアリゼーションは墓地から蘇生ですね、墓地からオルターガイストを蘇生するカード、はい OK、 シルキタスを蘇生していく。でもあんま強くないねこれ、シルキタス蘇生は言うてオルターガイストカードが中にないとバウンスができないので、あでも一応あれか、これマテリアリゼーションってあのあれか、あの手札に戻してあのバウンスはできるのか、ちょ分かんねえけど、アフリマ召喚していい、なんかあるアフリマ、あー強いやんけ強いやんけ、うわー、なるほど、一応セットするか、ドメインセット、まあ、過密あるんでちょっと強いですねこれで、セットしてで、セットしてで、エンドして、まあ、一応トラップデッキなのでドメインからモンスター用意できますから、まあ、あとは紙通で、あ、スプーフィングは強いね、いや相手なかなかに強いぞこれで、スプーフィングの効果によってシルキタス戻しながら、多分まあこれマルチフェイカーを持ってくるパターンですね、はい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 、でマルチフェイカーはトラップカードが発動してると手札から出てこれて、でマルチフェイカーの効果で何らかのモンスターを出せると、まあそういうギミックね、はい、でマルチフェイカー効果発動を、デッキからオルターガイストを手札に加え、あデッキから特殊召喚ができる効果、これ何してくんだろうな、これがシルキタスか、あメルシークか、オッケー、メルシークはねちょっと非常にねめんどくさい
墓地送り効果がありますんでね、ちょっとあれを通してしまうとかなりやばいので、増殖する字、え、これ、え、このターン俺リリースしたっけ、しないよね、別にトークンだ出ないぞ。増殖する字のタイミングミスってんじゃないかシャドウディストピアのプレッシャーに怯えたか。トークンは出ないぞ、リリースしないから。さあスプーフィングの効果、スプーフィングの効果でまた、オルタガイストマルチフェイカーを戻しながらオルタガイストマルチフェイカーを持ってきてで、オルタガイストマルチフェイカーを出していくスタイルか。あ、でもオルタガイストマルチフェイカーもあのあれか、出せないか。マルチフェイカー持ってきて、まあ、これトラップカードは別に発動しないから別に関係なくて、これなんで持ってきたマルチフェイカー、これ持ってくるの多分マリオネッタとかがあったんじゃないか。あるかな、オルターガイスト練習中おじさんかな、これもしかしたら。なんかリンクリボーリンクリボーなんだ、なるほど。でメルシーク、これ一回召喚してヘクスティアかなんか出せばいいのにね。これちなみにですね、リンク、伸びないんですよね、あのリンク先ないから。あの例えば普通に、まあ、あのプークエルとかあったとしてもリンク先ないからヘクスティア出せなくて、これ、まあ、これ普通に無効にするじゃないですか。で過密でマリオネッタをバチコリと爆破していく。はい、バゴーン、オッケー。でですね、もうここモンスター2体並んで、ゴミモンスター2体並んでるだけなんで、あんま関係ないですよ、これ。あんま強くない、これ、盤面的には。オルタガイストとはみたいな。あー、フェニックスか、なるほど。で、フェニックス召喚して、効果発動しますか。効果発動したらまたこれ、通告でバチコリでぶちかましていけばいいので、まあ、そんなに弱くはない。あー、効果発動しない。まあ、確かにね。手札捨てちゃうの結構厳しいもんね。いや、まあ、ドメインはまだいいかな、打たなくて。はいはいはい、バトルフェーズ OK です。でバチコレとぶちかまされていく。ぶちかまされていく。そして、メインフェーズ終了前にドメインを発動し、これメインフェーズにしか打てないんでね、これちょっとこれ注意してほしいんですけども、まあ、とりあえずこれテリジア君とディプロス君で融合して、ケントリキナー。ライフが減っていることが重要ですからね、ライドのヒアは。打点が下がっちゃうんで、あのライフが多いと。で、メインフェーズ終了前にもう一回ケントレギナーの効果使って、ドメインコピーして2体目のケントレギナーを爆誕させていく。はい。ういういよけ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 。このトラップカード1枚からモンスターがバンバン並ぶ展開よ。これがケン、これがダイノルフィア。これがケントレギナーちゃん、エロい。すごいクブレだよね、これ。ダイノルフィア、ケントレギナーのクブレすごくない？なんか佐野ひなこちゃんもびっくりの。相手ライフ4000しかねえじゃん。甘えか？ライフ4000しかの弱くね？なんかこのオルターガイストあんま強くねえな。オルターガイストもうちょい強いできるはずなんだが。リリース発動。リリースでリリース。除去能力が若干足りないですよね。あのダイノルフィアって。ブルートぐらいしかないから相手破壊。なので、まあ、このリリースのリリースはね、めちゃくちゃ重宝します。除去として非常に優秀ですから、これは。で、オルターガイスト、クンティエルでしょうね。はいはいはい、クンティエルね。これ攻撃してきたら、攻撃無効にしながら、フィールドのカードの効果無効にできるっていう効果なんだけども、まあ、とりあえずこれドキュンだでいいか。ドキュンドキュンドキュン、ドキュンドキュンドキュン。はい。で、これで、ドキュン部隊の効果使って、で相手のカードをリリースしながら相手のカードを破壊するっていうのがやばいことが起きる。でバトルフェーズ入る。で過密あるからクンティエリでぶん殴られたところであんまり意味がない。はい、諦めた。はい、強いでもこのデッキ結構シナジーあって強いわ。あー、リリース来たらワンチャンあるね、これは。いや、なんだかんだ高校からでもさ、シャドウディストピア通ると、なんかその発動が通るとリリース召喚からリリース効果発動までが結構いけるんで、なんか相手のモンスターリリースできるんですよね、普通に。だからこのリリースの除去がめっちゃ優秀で、結局コストリリースしてるから、なんかあの相手の無効効果とか踏まないんですよ、あんまり。無効化するやつをリリースすればいいんで。でしかもリリースだからさ、どんなモンスターでもさ除去できんじゃん。でこのデッキはね、素晴らしいですね、除去能力が。はい、やべえ、なんかライティーパスティーとかいう、なんか劇的にやばい動きされて、うわやば、生きる強欲なツボ来た生きる強欲なツボ来たからの、ウォーテリーと、パスティーで、あ、チャージウォーリア、なるほど、カードを取ろう。なんかデュエルリンクスみたいなムーブしてんだこいつ。シックのキャステル、マジでデュエルリンクスじゃん。何このデュエルリンクスムーブ、やば。
ていうかさ、これデュエルリンクスの20枚デッキだったらさ、あれだったけどさ、これ40枚でも引き切れるんだよ俺ね。フォーミュラシンクロン、これ絶対リンクスミン、こいつで。フォーミュラシンクロンからの、王家の神殿、なるほど、王家の神殿発動して、王家の神殿でトラップカードをセットしたのに発動することができるとか、やばすぎる効果。あ、ユベル、え、ユベル、え、ダスエクストリームトラルヒドラヘさん、モンタージュ、わからんわからんわからん、支援の感じは、やばいやばいやばい、なんかやばいことしようとしてる、やばいことしようとしてる。王家の神殿でディメンションリフレクター、なんやこれ、なんやこのカード、いやわからん、どういうこと、どういうこと、どういうこと、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何、どういうこと、え、ヌルミのモンスターに対応して、ヌルミのモンスターに対応して、発動対象のモンスターの攻撃と同じ、攻守を持つモンスター、隣モンスターゾーンに攻撃対象とシャッフル、はい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 、なるほど、はい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 、このカードの、効果で得しましたらダメージ与える、あ、え、何このカード、